今日も誰かヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、本日の任務、おでん早食いできなかったら即下車。まず、まあ、いつもとね、メンバーが違うということで。まあ、翔太くんはまあ最初に言っとくとお仕事で、うん、今日もお休みなんですけど、はい、ライオくんの方は、あの、アシダル FC さんの F ゲームという方で、ちょっとね、あの、見守りというか、はい、行ってらっしゃるので、ちょっと本日はこの5人で任務の方をこなしていきたいと思います。おい、今回は食べ物です。おしかも早食い。早食いね。翔太いないってことは俺の独断場になるけど大丈夫だよ。普通に下馬評的に。いやマジ普通に言うと、ナオは大食いを持ってるんだけど、大食いを持ってで、まあ言うと、うん、早食いもう本当に僅差よ。確かに。いやマジめっちゃいい試合やったよね。だからほぼ2冠。2冠ではね、いないから言えるだけだよ。今回はおでんなんで、うん、ただ早食いなんていうのはできないですよ。暑いからね。そう、熱々だから。なお猫飼ってるもんね。猫ってなんか関係ねえもん。別にその猫のね、舌を持ってるだけじゃねえし。何言ってんの俺。別に合ってたけど。その通りのこと言っただけど。本日あの、ライオくんからある動画を先にちょっといただいてて、なんかオープニングでこれを見ろと言われたんで、まずそちらのビデオだけ見せます。はい、そんなんだ。はい、どうもライオと翔太です。ライショウタです。翔太無理してなかったよ。今5人が、あの、おでん早食いやってるということで、はい、早食い王として、なんか、あの、ひよこ5人ちょっと、どれぐらい実力かを見せてもらおうかと。あ、了解です。おでんが今こちらに、はい、大根がこちらにございます。よーい、スタート。うまいよ。あったまる。はい。はい、ということで、はい。記録、17秒24です。はい、ということでこちら早食い王の記録なので、はい、なんか一言ホーリーブイって言わないけど、なんかあったらまあ先生頑張れよ。ダメですか。そこで切りですか。はい、ということでね、はい、大根1個で17秒で17秒かこえすぎじゃね。でも俺たちは現地で買ってその場で食うでしょ。うん、あいつら買って事務所で食ってるわけ。そうね、あったまるとか言ってたくらいだから、うん、あっちじゃないもんね。あっちじゃないもんね。熱々でも勝てるわ。俺勝てないよ。ヒロは勝てる。ヒロはいけるみたいな。ふざけんなお前ら。で、今回なんですけど、特技者っていうことで、うん、まずあの、コンビニにあるおでんがあるじゃないですか。なので、あの、店舗ごとを回って、その店舗ごとのおでんを買って、みんなで食べる。なるほど。で、その中で一番遅かった人が、その場で特技者という形になります。はい、まあまあ、普通のルールって感じでね。という感じで、はい、早速1店舗目のコンビニに行きたいと思います。はい、じゃあ、それでは行きますよ。はい。それでは任務へ、レッツゴー。はい、ということで、早速じゃあ、ナオくん、お願いします。お願いします。今回さ、笑っていいのがでかいわ。そうね。だから、毎回笑っちゃダメで縛られてるやん。今回いいんだもんね、笑って。今回笑っていい、どんどん笑ってもらって。なんか一回やったよね、早食い。早食い王の時って結局即食だから。そっか、確かにやってるわ。じゃあ、意外ともう強さっていうところでは分かってるから、誰が強いかとか。絶対俺、デルシング弱い。うん、そりゃそう。俺、しかもおでん嫌いだし食いたくねえもん。俺猫舌だし。おでんめちゃくちゃうまくない？あのね、汁が欲しいんだよね。あ、うまいんだよな、あれ。話のね。そう。いや、豚汁でよくない？豚汁はなんかコンビニ売ってる。この企画やんじゃねえよ、じゃあ。売ってるやん。猫舌じゃないの？誰が猫舌じゃないの？俺猫舌とかよくわかんない。俺もわかんない。ラーメンとかもいきなりさ、食える人いるやん。あー。え、でも合否とか絶対食えないやん。絶対食えない。周りだってバカ早いなと思うもん。だって一回みんなでさ、あの、ラーメン屋さん行ってさ、俺と合否が多分先にラーメン来たんさ、来たね。で、全員メンバーが食い終わって出るかってなった時に合否まで食い終わってなかった。湯気が収まってなかったんですよ。湯気が判断基準なんだ。そう、湯気がなかったらスタートだから。それ、なるほどね。はい、ということでね、まずね、1店舗目がついたということで、はい、まあ、早速じゃあちょっと俺と動きでね、うん、見てくるんで、はい、うん、具材ガチ大事だよね。昆布とかはやめてほしいかな。あー、オッケー。売ってる。いや、昆布あるよね。昆布ある。うまくねえだろ、これ。いや、俺昨日昆布好きやん。あ、ごめんごめんごめん。まあ、早速買っていくんで、はい、ちょっと待っててもらって。はい、はい、グッズ絶賛発売中、詳細は概要欄から。はい、ということで、まず1回戦目。はい。大根3つと、はんぺん2つになります。おい、え、逆にさ、これ綺麗に分かれちゃえばそのままでよくでしょ。あ、そうだよ。とりあえず、大根がいいか、はんぺんがいいか。じゃ、まず大根から、せーのであげよう。せーの。あー、なるほどね。じゃあ大根いいよ、取って。逃げ腰。逃げ腰。
どっちでもいいんだよな。え、なんか大根農家本当にそのところ俺ハンペン行ってやろうか。そうなのよ、大根農家。1店舗目でそんな逃げ腰かましたね。俺は普通にハンペンが大好きなだけよ。あ、そうなの。俺も大根が嫌い好きとかじゃなくて、同期はハンペンってどうなの。あいつすら知らないからね。とりあえず俺大根いただきますね。でもこっからじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、流れた。お、決まりか。じゃあヒューとリュウシンがハンペン、ナオゴーキ、俺が大根。終わったー。大きな勝てそう。一応参考までにショートの記録分かるようにタイムを測ってきます。え、でも今見て思う、17すげえ。あいつ17すげえ。17すごい。いくよ。1についてよーいドン。あった。あっ、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 はい、半分終わり。は？は？本当言ってる？もうかよ。はいよ。え、大根終わり。29秒。うわ。早くして。ごちそうさまでした。汁うま。ごちそうさまでした。ずるい。これ半分。え？もういいよ、ごめん。無理そう。遅いですよ。マジですか？こっちの風呂。マジですか？いや、これ豪輝は多分大根に限らず無理だっただろうね。でも分かった、これで次から4人じゃん、うん、いい勝負できそう。お前らいい勝負できそうだ。いや、俺らはんぺんだったから強く見えるだけで、大根だったら結構多分遅いと思う。だとしたらなおは強えわ。いや、なお早いの。大根でそのペースは早い。本当はだって一口でいってやろうかなと思ったの。ごちそうさまでした。許して。デシャマンが、デシャマン興味もなかった。汁もちゃんと飲むからいい。あ、歩きながらダメ、普通に降りて。まあ降りてるけどね。降りてる、降りてはいるけど。降りてはいるけど。乗せられてだけだよ。乗せられて。新たなスタイル。ということでね、第1回戦脱落者ゴッくんです。パチパチじゃないのよ。絶対外れだわ。言ったよ、俺湯気さ、なくなってからスタートってバリバリあんのよ、湯気まで。それみんなあるから。一緒だよ。スタートラインが俺だけ違うの。そう。湯気なくなったらスタート。とりあえず俺たちは車に戻って、でゴッくんの一人見ていきたいと思います。はい。はい、ということでゴーくん下車です。お疲れー。マジ暑すぎて唇やけどした。いや、今口押さえてまして。うん、さっきまで普通だったよ。いるけどそういう人。マジやけどができるよ、気をつけて本当に。ああ、ありがとう。気をつけて本当に、俺心配だよ俺。ガチありがとう。じゃあねー。じゃあねー。この後またセブンで卵がなんかあれ。何言いたいお前は。はい、ということでね、ゴーくん下車ということでね。こんな押せんだ、ゴーキ。最初からさ、いねえもんだと思ってたからね。まあそうね、こっからが本番みたいな。そうだね、ここいい勝負しそうだよね。え、正直さっきのきつかった。速さ、もっと速くできた。全然余裕で速くできた。おー、俺多分5秒縮められる。あれから5秒やばい。あれ5秒縮めたって、ヒューより速いんじゃね。頂点に向かってるでしょ。だからショートの17個したら俺は早食いでいいっしょ、とりあえず。今回ね、早食い王かかってるからね、一応ショートいないという上。まあそうだよね。うん。さ、俺たちさ、ショートと早食いをやった時、最後ココイチのカレーだよ。え、そうだから、大食いだよ。やばくないそれ。マック行ってガリガリ君行っての結構食った後だよね。え、だってスキヤも行ったでしょ。スキヤも行ってたわ。あれ、大食いだ。大食いないよ、普通に。で、早食いな、あれ、マジで。ダブルなんですよ。だから俺とゴーキの勝ち目があるわけない。でも、あれだよ。ちょっとハンペンは優しすぎたね。ハンペンマジ結構楽だよ。だろ？ガチだ。ハンペンやめるべよ。ハンペンなしですか？対抗できる卵とか。卵だ。卵ね。どうなんだろう。正直卵なんか口入れて飲んじゃえばいいだけだもん。お前ヨッシーじゃないんだから。おもろいこと言うじゃん。おめでとう。はい、ということでもうそろセブンつくんで、じゃあ2回戦目やっていきたいと思います。はい、ということで第2回戦、大根2個、卵2個になります。見た感じ卵弱そう。卵弱そう。なんか弱い匂いしてる。でも俺ね、卵中が怖いんだよね。確かに熱いんかな。そこだよね。いや、なんか黄身をスープの中落としてダメね。溶かす。うん、なしね。俺結構その作戦でいいのか。ダメだけ飲むなしね。オッケーオッケー。じゃまず大根から。大根がいい人。せーの。おお。卵よりはまだ食えそう。なるほどね。うん、じゃあ俺たち3人でじゃんけんか。勝ちて。え、じゃあ俺もう食ってていい？ダメだよ。ダメ。せーの、最初グーじゃんけんぽい。うわー、卵、卵来た。これでも卵食っといて、もうどうせ残るから
次回から、うん、玉か台どっちがいいか見定め。あ、玉台ね。玉台、玉台、玉台に負けてみて言う。お前おもろいな。おめえだけで大根でかくね。何でも洗ってくれんの。よっしゃ、第2回戦よーいスタート。あっ、やばい。あ、おスープもいっちゃいます。はい、終わり。え、え、はい、めっちゃ口の中切るじゃん、まだ。はい、ということで、リュウジンくん脱落。はい、え、は、は、大きいだな。さすがに遅すぎだね。苦手とは言う。なんか4強残った感じあったよ、ゴーキ捨てて、うん、確かに全然4強じゃなかった。ゴーキあれ遅すぎだろ。あそこで降りても別に良かった、うん、って降りるレベルだよね。大根引いてたら降りてたよね。そうそうそう。まあということでね、この第2回戦でリュウシー君出せるということでね、はい、どうですか。悔しい。思って全然思ってないよね。え、だから企画最近さ、撮るときにさ送られてくるやん、うん、明日の企画これだよみたいな、うんうん、俺早食いおでん即決勝って書いてた瞬間にマジこれ最悪やんって。もうその時点でね、うん、知らなかったでしょ、俺がおでんのことおでん好きじゃないし、うん、俺だから食わなかったんだよずっと。もうおでんをね、うんうん、マジで生まれてきて片手で収まるぐらいしか食ってきてない、うん、そんぐらい嫌いなの、うん、で女なんかこれもやるみたいな確定しててさ、最悪やと思いながらそれでもう1回戦でいいや負けようと思った、うん、正直、うんうん、したら後期遅すぎだろあれ。もういろいろもう最悪、ずっとだから上がってないテンション今日この撮影中。いや、やるなら勝ちで。勝ちで。俺車の中でさ、GoPro消した途端にさ、俺勝ちで。言ってたよ、めっちゃもう勝ちでと思ってた。食った一口目。ダメ。無理だ。無理だこれ。まあということでね、第2回戦ね脱落ということで。はい。俺なおマジ期待してるから。俺の分まで頑張ってくれ。だろうな。お前頑張ってねえやつの肩も押したくねえ。俺の分まで頑張ってくんね。分かった、頑張る、頑張る。頼む。俺のこの悔しさを晴らしてほしい。悔しさの顔してればな。はい、ということで、リュウシンくん下車でーす。やめー。思ってねえな、それ。そんな節制してねえよ。おでん食いたかったー。嘘つくんじゃねえよ。でも、リュウシンくんもここ2キロ以上離れてますから。じゃあなー。早く行けよ。だね。バイバイ。はい、ということでね。リュウシンくん降りちゃったということで、はい、なんか正直弱かった、下外れ。やっぱ結局、うん、俺やる前からね、うん、お前ら教師の匂いがしてたんだ。俺もこの3人だなと思った。だろ、うん、匂いがしてたの。まあ、ということでね、3店舗目行くんですけど、はい、まあ、卵と大根も食べて、うん、まあ、ある程度のきつさも分かったと。え、じゃあ教えてくんね、どっちが辛いか。俺は言えないな。大根かな。卵の方が卵の方が楽だよね。でも分かんない、これが本当かどうかはね、駆け引きだから、うん、でも見てて分かるんだよね、なんとなく。え、どっちが楽そうだったの。卵の方が楽そう。ってことは見てる余裕あったんだ。はい、しまったか。とりあえずあったら大根に。オーケー。で、その他の一つを買ってくるという感じで、はい、3回戦目やっていきたいと思います。分かりました。はい、ということで第3回戦目、大根2つ卵一つになります。はい、じゃあちょっと要望として、うん、俺卵いくよ多分残るし。で、本当の真のやつ決めてきて。あ、大根、大根どっちが決勝にふさわしいか。決勝のがいいんだ、俺は。あ、いいよ、俺はいいよ。いい、いける、うん、俺卵でいい。いいよ。よし、じゃあそれでいこう。オッケー。え、ガチ、うん、ガチで来て。あ、ガチでいくよ。いくよ。よかった、俺負けたりして。位置についてよーい、ドン。あったよ。はい、いや、めっちゃいいじゃん。あっ、ブースサイズ。あっ、うわっ、よし、絶対です、頭押さえたもん。今3店舗の中で一番熱い。わかるわかる。1個目の大根がちょっと優しすぎたのかも。俺ちょっと自分の力を見くびってた。ということで、キユナオ勝利。ウェーイ。いやでもワンチャンいけるかなって思ってたんよ。ガチで本当にやった結果だから、まあこれは認めざるを得ないから。強かった。頼む、なお直してくれ。本気出してないけど。あ、俺も俺全然本気出してない。正直本気出してない。フーフーしちゃったもん。まあということでね、はい、まあ、決勝戦、
今年最初のタイトル取るのどっち？俺でしょ。俺だよ。まあ俺はちょっと期待して待ってるヒューのこと。任せろよ、絶対勝つ。オッケー、じゃあ2人頑張って。はい。はい、ということで、まあ、ヨシキの分まで頑張るよ。まあ、本当に俺はね、ナオを任してほしい。もういらないよね、それなんか。もういらないから。ナオか翔太みたいなくだり。まあ、でも、俺で一つ言いたいことは、うん、流進号機と一緒にしないでほしい。え、でも俺だという点では一緒ね。うん。ガチ一緒。それは。さっきまで三強どうこう言ってたやつが言うだ。結局なんか二強だってんの。あ、二強。分かっちゃうよ、最初から。あ、二強でいいんだ。うん。あ、じゃあいいよ、もう。あるって帰れ。まあ、頑張って。うん。バイバーイ。はい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 。まあここか、まあ、なんとなくお前来るにはしてたよ。なんかよしきも全然手にしました、正直。いい勝負を見せてた。うん、接戦の演出ってやつ。あ、なるほど。得意なんだよね俺。いい特技なのか悪い特技なのか分かんない。接戦の演出フーフーしちゃってますから。フーフーしてたな、確かに。なおはね、ちょっと ガチ挑戦者のつもりでいかないとだから。まあ確かにそうよね。え、じゃあ何ハンデ欲しい。いらねえけど一応聞いとけ。卵、大根とか。お前それじゃあ俺勝つだろ。いや、それで勝ってもなんか嬉しくない。嬉しくない。あ、じゃあ大根でいい。あったら余裕で大根3個ずつ。経費だからって。数が増えるほど俺不利だからな。まあ、じゃあ大根でいきますか。大根1個勝負で。オッケーオッケー。はい、ということで決勝戦、直対飛龍です。なんか1対1ってなると緊張するな、これ。緊張する、ちょっと。ということで決勝戦行きたいと思います。え、ちょっと負けそう。なんで、いける？2つ目の戦いすれば勝てる。よし、行こう。位置について、よーい、ドン。やばい。おいおいおい、俺の車。よっちゃん、ハグです。よお前、ハグなよ。その車に負けた、惜しい。惜しいとかじゃねえんだよ。え、でもガチ、お前さ、入ってなかったら勝ってるってなるよ。泣いてんじゃん。ガチ入ってなかったら勝ってるよね。ハグねえ。途中もう笑いこられてる時もあったって。結構いい勝負してる。いい勝負したけど俺の勝ちだ。うん、負けた。勝者ノー。やっぱ強え、こいつ。王だわ。ということで、うわ、惜しい。これ勝てたわ。これ結構危ない。なんならもう一回いけるレベルだもん。もういい。分かれちゃ困る。さすがに俺も勝ちたくて頑張ったよね。でもなんかこの一回口の中に食べてフーフーしてたら時間はないと思った。あ、確かにね。行かないと。それでも噛もうと思ったら熱すぎてほいって。2回目行くのお前の方が早かったよ。ああ、肉体かぶりつくの。そうなんだよね。ガチ俺も勝とうと思ったから。まあ俺の勝ちやな。うわー、まあ、マジ次会ったら絶対勝つ。いいね、ガチで。ガチでプライベートでもいいよ。やだね。一応インスタライブやね。じゃあ行きますか。ということで、まあ、まあだから今年の早食いを翔太と直がいる時にまたやると思うんで、とりあえず俺でいいんでしょ。まあいいんじゃない、とりあえず。うん、ということで、はい、この動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、いいねボタン一緒かお願いします。お願いします。それでは次の動画でバイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとう。今回の即下車はおでん早食いでしたが、皆さんどうでしたか。猫舌の僕は全く歯が立ちませんでしたが、直くんは相変わらずすごかったですね。これからも面白い動画たくさん出していくので応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でバイバーイ。